続いては区の事業やシステムについて分かりやすくご紹介する荒川区行政ナビです。今回は戸籍住民課からのお知らせと題してお送りします。スタジオには戸籍住民課の中野さんにお越しいただきました。中野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。戸籍住民課は戸籍や住民票に関わる届け出なので、多くの方が利用したことがあると思います。例年引っ越しなどが多くなるこれからの時期、窓口はとても混雑しますよね。はい、戸籍住民課の窓口は例年区民の皆様の住所移動等が増加する3月から5月上旬頃にかけて大変混雑します。業務の効率化や適正な人員配置などにより待ち時間の短縮にできる限りの努力をしておりますが、該当する時期にご来庁される場合は時間に余裕を持ってお越しください。今回は少しでもスムーズに手続きできるよう、戸籍住民課の窓口と窓口に来庁しなくても手続きできる郵送による届け出、申請などを中野さんにご紹介いただきます。まずは戸籍住民課の窓口での受付内容について教えてください。はい、戸籍住民課では4つの窓口に分かれて受付を行っています。1つ目が出生、婚姻、死亡などの戸籍に関する手続きの受付、2つ目が戸籍謄本や住民票の写し、印鑑登録証明書などの証明書類交付の受付、3つ目がお引越しに関する届け出、印鑑登録、外国人住民の方に関する届け出の受付、4つ目がマイナンバーカードに関する受付、以上4つの窓口で受付を行っています。戸籍住民課は区役所本庁舎の1階にありますが、マイナンバーカードの窓口がセントラル荒川ビル6階に移管されるなど、窓口のレイアウトが変わったんですよね。はい、マイナンバーカードの窓口はセントラル荒川ビル6階ですが、戸籍住民課は区役所本庁舎正面入り口を入って右側にあります。出入り口が総合受付の左手側1箇所となりました。こちらの発券機で番号札をお取りいただき、番号が呼ばれるまで待合席でお待ちください。待合席が向かい合わせにならないように座る向きが同じ方向になり、席の間にテーブルを配置するなど密にならないような工夫もされているんですね。そして窓口ごとにパーテーションで区切られているんですね。はい、この2年間かけて待合のフロアなどを大幅に拡充し、個人情報保護の観点から各窓口をパーテーションで区切るなどの工夫もしました。区役所1階の戸籍住民課は3番窓口が戸籍等の証明、住民票の写し、印鑑証明等、4番窓口が出生、婚姻、死亡などの戸籍の手続き等、5番窓口が転入、転出、転居届、印鑑登録、住居表示申請及び証明となっています。混雑時には手続きによっては2時間以上待つ場合もあるんですよね。これからの時期のほかに窓口が混み合う時期はあるんですか？はい、3月から5月上旬頃の住民移動が多くなる時期、月曜および休日明けの会長日、ゴールデンウィーク前後、大安などのお日柄の良い日、雨天と好天となった日の翌会長日などが特に混み合います。また2月22日や7月7日などが、覚えやすい日や、12月24日や11月22日などの記念日が混み合います。そうなんですね。手続きに余裕がある場合は混みやすい時期を避けて窓口に行く予定を立てるのもいいですね。また荒川区ホームページでは戸籍住民課窓口の混雑状況をリアルタイムで確認することができるんですよね。はい、現在窓口でお待ちいただいているお客様の人数を区のホームページから確認することができます。窓口へお越しになる際のご参考としてください。
そしてマイナンバーカードの窓口はセントラル荒川ビル6階になったんですね。はい、令和2年11月24日より荒川消防署となりセントラル荒川ビルの6階にマイナンバーカードの窓口が移転しました。マイナンバーカード窓口では予約したカードの受け取りや電子証明書の更新等カードに関するさまざまな手続きを行っています。マイナンバーカードのお受け取りに関しては事前予約制を導入していますので、予約した日時にセントラル荒川ビル6階のマイナンバーカード窓口に必要書類をご持参いただき、マイナンバーカードの交付を受けてください。1月からはカード申請手続きなどに関する相談窓口も開設しましたのでご利用ください。荒川区は南千住、町屋、小具、日暮里に4つの区民事務所がありますが、区役所本庁舎が混雑している場合はこちらに行っても手続きをしてもらえるのでしょうか。はい、区民事務所では転入、転出、転居等の受付、住民票の写しの交付、印鑑の登録及び証明書の事務を行っております。外国籍の方については区民事務所ではお受けできない場合がございますので、詳しくは区のホームページご覧いただくか、お電話にて事前にお問い合わせください。区民事務所は区内4カ所あります。南千住区民事務所は南千住駅西口すぐアクレスティ南千住2階、町屋区民事務所は町屋2丁目原稲荷神社隣、小具区民事務所は西小具3丁目小具八幡神社隣、今年1月4日に移転した日暮里区民事務所は東日暮里6丁目日暮里繊維街にある日暮里地域活性化施設フラット日暮里の1階にあります。お近くの区民事務所もご利用ください。そして区役所の窓口に行かなくても郵送でできる手続きもあるんですよね。はい、戸籍、住民移動などの手続きで郵送対応可能なものはご覧の通りです。詳細につきましては戸籍住民課までお問い合わせください。続いては各種証明書の手数料変更のお知らせです。はい、令和3年4月1日よりコンビニ交付サービスを利用した申請や郵便による申請の場合の証明書の手数料が変更となります。変更となる手数料はご覧の通りです。住民票の写しや印鑑登録証明書など6種類の証明書で窓口での手数料は変わらず、郵便・コンビニでの手数料が変更となったのですね。はい、郵便での手数料が300円から400円となりますので、ご申請の際はご注意ください。そして住民票の写しと印鑑登録証明書のコンビニでの発行手数料が300円から200円となります。それでは最後に区民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、戸籍住民課の窓口は例年区民の皆様の住所移動等が増加する3月から5月上旬頃にかけて大変混雑します。現在荒川区では新型コロナウイルス感染防止対策として一部郵送による対応を推奨しておりますので、郵送請求可能なお手続きに関しましては戸籍住民課までお問い合わせください。区役所における密の状態を少しでも回避するためご理解ご協力をお願いいたします。今回の荒川区行政ナビは戸籍住民課からのお知らせと題してお送りしました。中野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。